安西京子は日本の元女優である。本名は三橋町子。夫は俳優の三橋達也。デジタルドメインの VFX クリエイター、三橋忠中は息子の一人。大阪時代1954年大阪府豊中市出身。1950年大阪市立に来た野中学校卒業。大阪小畜歌劇団へ入団し、 1953年、川島雄三監督が、松竹京都で、純潔革命を取ることになり、出演することが決まっていたが、クランクイン直前に病気で倒れて、交番から草笛、三つ子を呼び寄せて撮影された。同年、大阪を退団。1953年、新東宝から映画デビュー。1956年、東宝二席。メインヒロイン役をこなし、 エキゾチックな顔立ちが魅力的な美人女優と評された。1961年に三橋達也と結婚し芸能界を引退。1964年、隅花代が粉ミルクの CM 出演の契約を交わしたが、隅の長男が家政婦に殺害され、この事件の影響で隅は出演していた粉ミルクの CM を交板し、代わりに、 安西が長女と一緒に出演する CM が作成されたが、事件2ヶ月後の10月23日に CM 出演していた長女がベッドから転落死する事故が発生。CM 出演者の相次ぐ不幸が続いたため、粉ミルク会社はタレントが出演する CM 自体を作成しないことを決定した。2002年12月28日午後11時28分、肝不全のため、 東京都渋谷区の病院で死去。没年68歳。ありがとうございます。